浜谷さんハートありがとう。え、来てほしい来てほしい。いや楽しみですよ、楽しみだよ。だってえ、でもスピーチが私今考えてるんですよ、もうすでにもうスピーチ考えてて、え、もう全然思い浮かばない、全然。あの皆さん千葉今どんな感じですか？え、千葉今どんな感じですか？フォローありがとうございます。楽しみ。私もえ、寒いですか？え、千葉今どんな感じ？前歯ペロペロしちゃった前歯ペロペロペロ。しーちさんハートありがとう。あ、倍率え、どうだろう、高かったらそれ私も嬉しいよ。お手紙誰かな、ね、誰だろうね。関東は結構雨ひどい、寒くはない、オッケー。雨ひどいんだ、じゃあなんか雨に強い靴履いてきた方がいい。幕張は雨がポツポツジメジメ、オーマイガー。時なら気温はちょうどいいくらい、外気温18度、寒いよね18度。どうしたお財布。え、明日の服装ちょっと考え中。埼玉は寒くない、お、そうなんだ。え、千葉は千葉は、え、明日千葉に行くんですよ、皆さんに会いに。8度くらい下がる、寒いんだ。え、いつも着てる薄めのアウターでいいのかな、筋肉服ねえ、夜はね、リンコ卒業公演だから寂しいなあ、感情がすごいことになっちゃう。いや、しんいちさんだるまありがとう。動くと蒸し暑い、あら、え、明日最高気温が12度、何事お疲れ様、千葉へ行きます。1枚薄いのあればなんとかなりそう。どんな服装で、え、でも 2days 私服装一緒がいいんですよ、タイだなんて、なんてタイだな。え、私の 2days あるじゃないですか、千葉幕張で。だからうん、2days 一緒でもいいかな昼間今くらいの気温、あ、そうなの、寒いよね、私今寒がってるもん。かわいい、こんばんは、昨日やんじる、やんねえ、りこちゃん私の妹だ、どやって嬉しい、そう、私のことを妹って言ってくださ、言ってくださるくださるなんか本当に妹になったみたい。そう、妹って言ってくれるの、私のこと。そうなので、なんか心配してくれるの、リコちゃんはちょっとご飯食べてるのってリコちゃんとサコちゃんは妹だよって。サコ姫か16、私21そしたら年齢関係ないんだって。え、2日間さ、服一緒がいいよね。しかもさ、あのキャリーケースとかさ、おっきいさ、カバンを持ち歩きたくないんだよね。でもさ、え、なんかさ、私今更恥ずかしくなってるんだけどさ、明日本当にさ、コスプレすんの私私今更ちょっと恥ずかしくなってきちゃってる、やばい。そう、服装一緒で荷物を多くしたくないの。生誕祭参加、え、よかった。そう、昭和の日だもんね、絶対当てて盛り上げて。え、盛り上がりやばそう怖い怖いめちゃめちゃ盛り上げてくれそう。え、2日間一緒でいける、上着で調整。え、またこいつ、またこいつ同じ服着てやがるよみたいな感じ思われないかな。あやとさん可愛い、ありがとう、笑い方が好きです、嬉しいです。え、そう、やだ、なんかコスプレしたくないと思ってきたの
リュック一つでいけるようにする。ねえ待って、私さもうコスプレしたくないと思ってきた。やばい、どうしようみんな。やばいやばい、明日はミンミンミラクルミクルンルン。やばいやばい、どうするみんな、私コスプレすんの明日。山ちゃんレインボースターありがとう。どうする、明日の人羨ましい。どうするみんな、私明日コスプレで移動したら荷物ない。確かにめちゃいいさ、めちゃいいさ。どうするみんな、めどうする。でもみくるちゃんの靴がローファーだから、明日はローファーですね。ツーデスさんハートありがとう。荷物はスマホのみ。和田まえさん強っ、そうなりたい。やだどうしよう、急に羞恥心芽生えてきちゃった。急に羞恥心、羞恥心、羞恥心です。裏返す。明後日でもいい。いや明後日はさないや。明後日はどういう衣装なんやろ。明後日何衣装なんだろう。じゃあやらなくていいです。羞恥心、ミンミンミラクルミクルンルン。明後日衣装か、制服か。うーん、ちょっと恥ずかしくなっちゃうよ。会いに行こう。なんかあの朝日奈美久留ちゃんがあの春日に春日に無理やりコスプレさせられる時の気持ちがちょっと分かってきた気がする。自分の昔の自分に無理やりコスプレさせられてる私。昔の自分に。めーみみみらくるみくるんるん。ビロコーさんハートありがとう。ふえー、やめてくださいって気持ち。でも頑張るよ、そう未来人だから。過去の自分に、うわ未来人だからやめとけって言っとけばよかった、過去の自分に。禁足事項です。うーね、 STU 祭り楽しみにしてて。本当はさ STU 祭りがさ3年前にさ開かれるさあの予定だったけどさ、なしになっちゃったさ。あれまたしたいね。一光さん結婚して、禁足事項です。タッキーさんかわいい、禁足事項です。掃除のお日様さんかわいい、禁足事項です。結婚して、禁足事項です。夜ご飯何でした？腐ってないか心配なヨーグルトでした。パワーワードだって、無理。夜ご飯何ですか？腐ってないか心配なヨーグルトでした。可愛いはいいか、そっか。じゃあありがとうございます。禁足事項よ、結婚は禁足事項よ。美味しかった、美味しかった。多分熟成されただね。ヨーグルト最近量減ったの？いやあ、でも2キロは一応食べてない。2キロは控えてる。しかも牛乳で作るのをやめて豆乳で作るようにしたから、ちょっとワンチャンいいのではと。体調崩さないように気をつける。ありがとう、優しいね。腹痛、もし明日腹痛だったらもうさしてあげてください。あら、腐ってないか心配なヨーグルト、そうちょっと心配です。でも大丈夫そうね。発酵、いっぱい発酵させさ、いっぱい発酵してるって考えとこう。豆乳美味しいよ。あやとさんレインボースターありがとう。わあ、マイピーさんクマありがとう。水色
私とお揃い。一光さんタコありがとう。タコ、え、もしかしてだけど、なんかちょっとファンの方にね匂わせをさせ、匂わせをね、ファンの方がねしてくださって、もしかしたら明日清掃で行くべきですか。コスプレじゃなく、コスプレはしますけど、あ、メール来た。あのコスプレはあのお話し会中しますけど、割と清掃で行くべきですか。ジェットブラックさんハートありがとう。ジャージとかもなしですよね。お腹ミックルンルンはやめてくれ。やめます。この間のヘルメット、かぼちゃで行く、かぼちゃで清掃するの。本当にあれで行ってもいいの。清掃、そう清掃、私の中の清掃、ちょっとなんかしっかりしたお洋服、ひやーはー、何それ。ジューディスさんハートありがとう。清掃で行くわ。え、つまりは荷物が多くなる切ない。私、ズーデスさんハートありがとう。キヨニーありがとう。桜の花びら、桜の花びらたちが咲く頃、どこかで希望の鐘が鳴り響く。青い空を見上げ大きく深呼吸しながら、うん、じゃあああいうあれで行こうかな。でも寒いかな。マリュさん、桜の花びらありがとう。桜の花びらたちがハラハラ、この頬を流れ落ちて歩き、スウェットにスマホのみ。ボヤッキーさん、桜の花びらありがとう。瀬戸内のおひそばさんも桜の花びらありがとう。マリュさんも桜の花びらありがとう。明日は絶対アウター必要だよね。会場内はあったかいか。明日23度、やばいやばい、いろんな説がある。明日の服装ね、ああいうのがいいのではとなってるよ。え、でも赤のコンバース履きたい。もえぴーさんめっちゃ可愛い、ありがとう。あ、でもローファーで行くんだ。はにゃ頭の悪そうな人になって、はにゃあやつさんタコありがとう。はにゃIQ2 になってる。え、そういえば皆さん聞いてくださいよ。私の Twitter のフォロワー様が 11.5K を超えました。 11.5K 嬉しい。いつの間にか前まで 11.2K だったのに 11.5K になりました。カズさんお疲れ、ありがとう。お疲れパチ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 だ、パチパチだ。はいはい、たまらないねいや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 、めっちゃ可愛い。おー、猫坊やさん、だるまありがとう。 K はキロキロキロ、千。そしてやばいね、99日連続配信中だって。やばいね、明日お家出る前に配信したいな。やば、あと、あれ、明日せ100日、可愛くてファンになりました。 Welcome こないだフォローしてくれてありがとう。わー、99ゾロ目、ほんわかフォロワー9人です。あ、勝った、私勝ったねこんばんは。
ね、嬉しいです。あ、本当に上位、嬉しい。どん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 上げていきたいね。いっぱいいっぱい。メンソの逆バージョンで IQ2 以下の会員設立しよう。メンソの逆さん3名、平子さん名。最悪、本当にめっちゃおもろい。めっちゃおもろい。嬉しい。ほんとツイッターいっぱい、うん、友達増やしたい。3名入ろう、みんな。私3名の私会長になるわ。黒パーカー着るかちいかわロンティー。ちいかわロンティーでしょ。でも確かに黒パーカーで決めるのもありだけど、ちいかわロンティーで、え、ちいかわ着てるって絶対ね、メンバーの中で話題になるよ。うん、一番楽しい配信、嬉しい。私ぬいぐるみみたい、やったー。なになに、初めてリコちゃん会いに行く、待ってる。私は明日も恥ずかしくなってきちゃった、本当に。3名入ろう。うん、みんな入りゃ。会員みんな。やめとけよ、本当に。あら、本当ちいかわでしょ。みんな入りゃ。今日は何曜日？私は誰？3名の会長。私は3名の会長。歌舞伎やべえ。なんでさ、歌舞伎ってあれさ、目より目させてるわけじゃないんだよね。あれ、より目に見えるだけだよね。お願い、そうであって。そういう小さいホールはやめちょけ、やめちょけ。怖い。私は3名、私3名だから。私3名、口もなんかちょっと、あ、私3名3名やばい。 IQ2 の回やめと、やめ、よくない、よくない、本当に。いや、シュリンプゾウさんとか呼ばないの。ごめんなさいけど面白い。あ、より目に、あ、してるんだ。そうなんだ。あ、そうだったんだ。こんばんは皆さん。より目になるもんなんだ。なるほどね。私今日もう小説が今めっちゃ急に急になんかほら話が変わってすみません。見よう切るって言うんだ。いや、私の今日はもう本当にもう小説が今めっちゃ面白くって楽しいです。3名のより目。あいやほら、ありがとうございます。いや、急に、いや、急、もう今もさ、丸や丸点分から調べて賢さんになった。おめでとう、賢くなった。春の小説いい響き。最近莉子ちゃんのこと発見してくれてありがとう。大丈夫だよ、3名の会長工藤莉子です。丸やであってほしい。どうやろう、140文字の感想希望。ツイッターランド、カミリア・ケイさん、レインボー、間違えた、桜七海、ありがとう。今読んでるやつは、そうですね、私は何を読んでいるのか不思議になる。うん、あーって、私は今何を読んでいたんだ。え、文字はなんか文章めちゃめちゃ分かりやすいし、ただストーリーがえぐいて、
てかなんでさミステリー系のさ主人公ってさなんかさそういうなんかあのコナン君みたいにさみんなできてんの？みんななんかできてるよね。カメリアケイさんレインボースターありがとう。小指部さんも桜餅ありがとう。美味しそう、食べたい。明日美味しいもの食べられるといいな。私最近学んだんです、ご飯は腹8分目じゃないとダメってこと。いやそう、ご飯は腹8分目じゃないとお腹いっぱいになって苦しくなる。そう学びました私。ご飯は腹8分目じゃないと苦しくなる。6分目やばい。あーやっぱできてないと解決できない、だからだよね。カミリアケイさんいいねありがとう。いやマジいいねだよね。いやそう今更知った、えめっちゃそう、えマジ偉い。あのね苦しいの、お腹いっぱいをね24時間続けたら苦しいの。そう、ん？切り抜きで大爆笑？ありがとうございます、ウェルカム。いやそう本当にここ数日間お役目でご飯をいただける。そう私ね、いただくご飯は全部食う。いただくご飯は全部食う工藤です。なんだよね私。そうあの本当にいただい、あの出されたものは全部食う工藤です。そうなのよ。ちょっと下品ね。ちょっともうちょっと上品に行くとしたら、もうちょっと 上品に行くとしたら、いただいたものは全部いただきます工藤理子です。そう山ちゃんハートありがとう。そうそれなのよ。そうだから、え偉いか、偉いのかこれは。あーパー。そう偉いのかこれ、名言かこれ。出されたものは全部食う工藤です。そう、うん、いただくものは全部食う工藤ですなのよ。そうそうだから、そうここ数日間はちょっとお役目でご飯いただいてたんだよ。そうそう、腐りかけのヨーグルトも全部食う工藤です。そう SDGs でしょ。ほらありがとうございます。そう SDGs でしょ。そう感謝の気持ち、そうよ。え、いいところ、嬉しい、優しい、そうやって言ってくれて。フードロスゼロ、そうよ貢献中。山さんハートありがとう。だからそう数日間ちょっとお腹いっぱいで、そうでん、トムさんレインボースターありがとう。だからあのこの2日間ぐらいちょっとあのお腹が空いたを経験して、あやっぱお腹いっぱいって苦しかったって思った。ヤマさんハートありがとう。 SDGs 何の略？すごく大好き、 Go ハン。すごく大好きご飯。ええ SDGs はソーシャル、ソシャイアディ、ソーシャル。山さん桜の花びらありがとう。絶対ちゃう、え分かる分かるよ、ソーシャルじゃない。おぎり大好き工藤理子です。おぎり、え食事の写真美味しそう、よかったよかったよかった、それはよく笑いよく食べるのが理子さんスタイルです。そう、ええそうタダで食べられるもの、あーサステイナブル、そうだそうだサステイナブル。そうえ SDGs DDD Development Developing G Goals Sustainable Development Goals。 どうすごくガツのあるじいさん。何？え、ディベロップメント？ディベロッピング？
ディベロップメント、サステイナブルディベロップメントゴールズ、イエーイイエーイ。あやとさん、お餅、桜餅ありがとう。ゴールズ、おお、できました。日本語訳してみて。持続可能ななんか開発目標みたいな、ディベロップメント、ディベロップメント、ゴーゴー上に行く感じの、なんて言うんだろうねえ、やったー、それっぽい、それっぽいと思いますやばい、3名の会員だ、それっぽいと思います。お、合ってる、やった完璧、やった、あれっきり、サステナブル、サステナブルいいね、ナイスプロナンセーション、 Thank you、 いいよ、かしこかしこ、3名IQ減っていく、やばい、英語世界3名の会長イエーイすごくすごい大好き、ご飯じゃなかったんだ。浜谷さん、ハートありがとう。 IQ がちょっと増えてしまったな。うめえ、お水です。え、やばい、大丈夫、あ、全然9時半だ、すがすね、そんなネタがある。 IQ、 なんかわかんない、 IQ って何なのか、その人が元から持ってる能力じゃない。すごく大好きご飯だから、明日の朝も、し明後日も、間違えた、明日も明後日もご飯を現場でいただくじゃないですか。やばいって思ってる、やばい、いただけるものを全部食う駆動ですが発動してしまいそうってなってる。キュドリコ、キュドリコ、マヤミ、いや、ちょっとね、嫌いよ私、まだ大丈夫。え、本当にねえ、美味しいご飯があったら私めっちゃ嬉しいよ。あったかいご飯来たらどうする。え、ケータリング、あったかいの来たらどうする。え、やばいよね、全部食うか、全部食うしかないか。え、おいしいの来たらやばい。リガジの配信、音量調整が難しい。そうだよね、ごめん。ありがとうございます。え、どうしよう、本当に。キャッチコピーにする、いただけるものは全部食う工藤ですね、なんかね、選べたらいいよ。そうだね、カロリーを消費したい、 burn calories したらいいんだねリー駆動リー駆動、いやー、明日が楽しみになる。今日も鍛えたしね。明日もなんかさ、ジム近くにないかな、あったら。明日の私でも把握してないのよね。クーと工藤がマジコラボ。21歳のキャッチコピーが、え、なんかさ、21歳22歳で変わっていくのかなえ、この前もね、私すごいと思った。まずオムライス、え、そてさっき新鮮でおもろいよな。りょうじいさん、お疲れ、ありがとう、ありがとう。この前ももう出されたものは全部工藤です、なのよ。え、10代じゃないのよ私、21よ、もうちょっとで。え、そう、聞いてください。最初、まずオムライス
カフェのテイクアウトのオムライスをいただいて、そう、あー美味しいって全部食べたのよ。そしたら食堂みたいなとこでいただける唐揚げ定食をいただいて、うわー美味しい。そしたらマネージャーさんがオムライス食べません、いります、いいですか、あー美味しい。もう腹15分目とかいや12分目ぐらい。ツーデスさん、だるまありがとう。いやでも10分目かな、うん、まだちょっと破裂せんかった。その後ずっと、その後まあお役目終了させ、その後マクドナルドセットデザートまでしっかり、アスリートかな私私アスリートかな、満腹からが勝負か、これからか、ブラックホールだよ、めっちゃ、あやっぱ、いや10超えたら言います、え、もう 100? でも10ぐらいだった、10ぐらいだった、そう、でもずっともう腹パンだからさ、そう、いやてりたまめっちゃ美味しかった、お役目できる。でもやっぱさ、公演の前もすごいいただいたのよ、いっぱいご飯。その時やっぱり苦しかったから、あやっぱあのセーブしないとって思った踊ってる時になんかもうせなんかちょっと良くないってなっちゃったの、あもう苦しいってなっちゃってだからそうそうなの、だからちょっと公演前はかあのあんまりご飯食べあのいただかないようにしないとなって、腹6か8分目ぐらいにしないとなって思った。ちなみに二十歳でやり残したことは特にないな、もうやれること二十歳でやったもんって思ってる。え、なんかかっこいいねうん、やり残したことないな、二十歳のうちにやれることは全部やった。あとなんだろう、うん、ないな。腹パンでフラストレーション踊った、かっこいいね、なんか以上入ったと、とりあえず、うん、でもね、プロフェッショナルかもしれん、筋トレするわ。うわ、そうだね、お弁当6個持ち帰り実現できたらいいな。20歳と21歳で変わるのかな、何か。確かに、そっか、バテない、一辺の悔いなし。なんだろう、うん、本当にめちゃめちゃ充実してたな20歳。本当明日ちょっとさ、明日ちょっとさ、本当に荷物少なめで行きたい。うん、いいね、新たにスタートできそう、できそう。雨じゃホーリデー、人影も食い残しなし、なしです。やり残したことないな、本当やれること全部やったって感じだから、21もやれること全部やろうって感じ。うん、え、本当に食べるものも全部食べたと思うし本当に、あ、でもサムライマックのニンニクのやつは食べられなかったし、グラコロも食べられなかったから、それぐらいですねそれぐらいですね。カズさん、いいね、ありがとう。うん、それぐらいだな。あとはずっと欲しい欲しいって言ってたゲーム買えたし、読もう読もうって思ってた小説も読めたし、読もう読もうとしてる漫画も手に入ってるし、食い残したことぐらいですね
やり残したことはないんですけど、食い残したことはありますね。捨て落ちタルタル食べてない。これから食べたいって思ってる。ラクエルさんハートありがとう。でも無印なら食べた。無印テレタマ無印いやそうだね、確かにそうなの。あと5日でお誕生日。確かに本棚もね作って自分の好きな本いっぱい、そう ある。ハクエルさんハートありがとう。あ、2度目やった。あ、期限切れたパスポート更新しないとね。確かに、いつの間にか。ちょっと長い目の お休みいただいたら行くかもしれんしね、海外。ピヨーンって。二頭筋から二頭筋はどうやろう。頑張って鍛えるよ。カミリアケイさんレインボースターありがとう。おー、俺の誕生日もすごい。かゆい、やばい、めっちゃかゆくなっちゃった。ここがこ、あとなんだろう。自転車直ってないな。え、そう、うん、ラクエルさんハートありがとう。どこ行こうかな。行くとしたら、でもアジア行きたい。アジアがいいな。あ先のやつ保留の。だったら私沖縄行こう。沖縄行こう。でも瀬戸内だねやっぱ。うーん、愛媛行きたい。香川、徳島、高知がいいな。海外ロケとかいいね。あったらいいよね。あやとさん桜の花びらありがとう。あったらいいよね。しまなみ海道爆走したい。と、爆間違えた。走破してねえ。愛媛行きたい。あのねえ、いいな。なんか旅に出たくなるんだよやっぱ。ほら春になったから。ほんと、わー、めっちゃホリデー。ねえ、綺麗だよね沖縄。だってっちゃ桜の花びらありがとう。カピバラミキヤくんバラありがとう。確かに一応さ、なんか一応なんかいろんなとこさ、お仕事では行かせていただいてるんだな。ありがたいね。明日の荷物本当めちゃめちゃ少なめで行けるように努力します。でもさ、肩痛くなるじゃん。それがね。お日様俊介さん、ハートありがとう。おやすちメール送ろうかね。わあ。ん？ああ。ん？ああ。まあね、海外行けたらいいね。バケハくんレインボースターありがとう。赤いコンバースでお出かけ行ってたい。あ、そういうことか。焦った。お、ちょっと待ってくれニヤニヤ。へえ、なるほどね。あ、やばい、待って待って、みんな行くよ。おあーあー何あー
確かにフランス行きたいな。しちゃう。はい。うるさいな私。おやおやおや、なんだこれ、なんだ、さあ来い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 、長いね、来い、うん、そう、今日競馬してた、そう競馬、そう私の、ああうん競馬してた、うん来たー、ガチャでも引いてた、そうグッドモーニングしちゃうとは、競艇、そう競艇してた、ボートレース見てた、そう黄色が勝った、黄色が、うん、うんうんうん、What are you doing? Gamble. 嘘だよ。嘘だよ。嘘だよ。5号店。そう。5号店。勝った勝った。めっちゃ勝った。あ、5なんや。みんなさ、すごいね。みんなすごいね。この笑顔になれるんよ。すごくない？ね。やばい、ハッピー。あ、バイ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 。ほら、もうこんな時間。やばい。メール送ろう。バケハ君結婚して、禁足事項です。勝った。勝った。禁足事項よ。みこみき。みこみき。え、どんな写真が欲しい？三連単当てた時、確かに。それでしかない。アスパラがさ、美味しかったんよ。室温何度？19度とかかな。寒い。あ、皆さん聞いてくださいよ。私、お風呂の中でスマホ当分いじってません。それ偉くないですか？浜谷さん、ハートありがとう。ちょっと明日よろしくね。バケハ君結婚して、禁足事項です。怒ってる。禁足事項です。怒ってるように聞こえんの。ホーリデイ。今ね、お休みメール送ってる。そう。え、もうね、多分この携帯にして5日かな。5日ぐらいかな。ん？初お話し会？緊張する？
リコチの好きなところとか教えてくれたら最高。紫マスクのめみちゃん、ハートありがとう。ハート、イエーイ、送るよ。自然と私主義いいよね。やばい、この写真送ったかもしれん。送ってたらほんとごめんなさい。送ったかもしれん。もうね、自撮りしないんですよあんまり私。今日はしなかった。あ、送ってない、送ってないです。ハートありがとう、ありがとう。私もそうね、毎日スマホお風呂に持ち込まないアイドル継続したいわ。本当？そう、メール送ったよ。今日も大元気。メール楽しみにしてて、楽しみにしちゃってくださいな。今日も、あ、いいね、つぶちゃんあったかいのよ。よしよししたらあったかいのよ。お風呂の時間も確かに短くなった。なんかもう2時間とかバカみたいに入ってるようなこともなくなりました。お風呂入ってないんですか？そう、入ってないんですよ。3日間ぐらい入ってなくて。あー、いい香り。リゴチメールで疲れ吹っ飛びました。よかった、吹っ飛んで。お誕生日だって、スマイルニーマー君さんが。皆さん、お誕生日の人がいますよ。みんなでお祝いしましょう。スマイルニーマー君、お誕生日おめでとう。ハッピーハッピーバースデーケーキ、ケーキにキャンドルを。ふうふう、クソ雑生誕祭ってこんな感じなのかな。やだ怖い、私のさ生誕祭もこんな感じになったら怖いな。今日はリコチのお誕生日です。みんなでお誕生日おめでとう言いましょう。リコチお誕生日おめでとう。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドル、ふうふう、ってなっちゃう。嘘、声優向き嬉しい。3目だよね、これ3目だよね。スマイルニーマー君ありがとう。桜餅、私も桜餅どうぞ。どうぞ。いや、ほんと泣く。3目すぎる。ほん、首が座ってない。インコを吸うの？私も犬は吸うけど。崩壊する。こんな、ここで、あれか、ここである方からお手紙があります。リコちゃんへ、お誕生日おめでとう、ファン一同。以上です。そんなことないやろ。そんだけ。それでは記念撮影、しかり記念写真撮影を行いたいと思います。パシャパシャ、終わり。内容薄い、確かに。こうやなく悲しい。なんで大音量で見ちゃっちゃいけんやろ。隣人から苦情それくるわ。え、私のせい。ねえ、悲しい。ほんとりょうちゃん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。私の心、お手紙システムってなくなったの？ん？あれはもう鉄板なのかと思ってた。確かに、でも美穂の卒業公演もファンの方からのお手紙なかったね。あれ？あれって何なの？
あんな方からお手紙届かんの？癖になる？イヤホン推奨だよ。カミリア K さん、桜餅ありがとう。いただくわ。カラオケびっくり。あ、あったりなかったりなんだ。あれ、あ、アンコール工場はそもそも鉄板。そういうことね。すごい。あ、工場があるんだ、工場が。工場で、どんな気持ちでみんな工場してるんだろうね。萌えピーさん、桜の木ありがとう。だってさ、え、桜の木ありがとう、花見するね。え、なんかさ、その工場する人がさ、なんかめちゃめちゃさ、あの、干され席みたいな、なんかちょっと言い方悪いけどさ、あの、めちゃめちゃなんか、あの、紙席とかじゃなかったらちょっとさ、なんか同情しちゃうよね。こんな頑張ってんのに、なんか、こんな頑張ってんのに、あんた最善、なんか最善の方ちゃうのみたいなさ、並んちょっとなんか頑張ったねってな、なんかちょっとさ、ち悪くない？どうなんやろ、そういうこともあれありますよね。だって恐れ席は絶対、あ、過去にあるんかごめんね、笑っちゃった。あ、そうなんだ。あ、そんなもんなんだ。あんた頑張ってんのに、なんでそんな席なん。あ、入れるだけでも嬉しいわよ。もう模範解答、神解答じゃん。そっか。え、工場とお手紙？みほりんの工場、左奥から聞こえたから、いい席なんだ気がする。かわいそう。そうなんだ。苦情言いに来た隣人に謝りながら布教しといた。反省の色がない。反省の色がないじゃん。工場 OK にして、ぜひぜひ。え、知らない。生誕のアンコールの工場 OK とか、OK じゃないとか。知らない。公園入れない委員もいるんだ。頑張ったのにかわいそう。ぜひぜひ向上してください。クソデカボイスで、みなさん、今日は工藤有子さんの21歳のお誕生日のお祝いをする生誕祭です。やってください。あー、やっぱみんなさ、愛が強いもんね。みんなそれ、みんな平等に愛があるからさ、やっぱそうなっちゃうか。後列、最後列が、そっか、お願い、悲しいじゃん。工場ぜひぜひお願いします。勝手にやる、やってください、ぜひぜひ。生年月日一緒なの？やば、すごっ。占いとかも一緒ってことでしょ。私久しくさ、ゲッターズ飯田さんの占い見てない。健やかに過ごしてます。やば、あ、やばい、もう10時だ。私寝る準備しないと。え、私今日も12時までに眠れるように頑張るから、みんな応援してて。それプラス明日の準備もする。うわ、飛行機雲は最高でしょ。え、飛行機雲はさ、最高列で見るの良さそう。空に飛行機雲、ねねねねかんねね時代に、ちゃ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 。え、そう、ちょ、持続しない口が。早寝部しますよ。早寝部の活動定時よ、定時定時、22時が早寝部。頑張ろう。でも本読む、今いいとこ。なんか私気持ち悪い本が好きなんですよ。そう、褒め言葉です、気持ち悪いっていうの。そうね、私なんかすごいね、なんかモヤモヤする本が大好きなんですよ。ちょっと今も気持ちよくて、それが、その気持ちよさが大変気持ちよくて。頑張るよみんな、早寝部頑張ろう。じゃあ壇上の方をね、お呼びしようかな。お呼びします。私は何を喋っちゃったんやろ、さっきまで。いろんな話をしたね。ホタテちゃん、ひまわり29さん、カズさん、ポムさん、16ブランコさん、ナベさん、ヒロさん、マッカロンさん、マシャさん、ヨウくん、タダチーさん、八重樫、イノッチさん、弥生生まれさん、ケンボウさん、クニちゃん、ラクエルさん、サブさん、ゼロさん、ネコボヤさん、カミリア、ケイさん、コヒミブさん、ユウくん、ユウさん、タカフミ、オオクマさん、モコはまるで雪の結晶さん、ストウチノイサマさん、ブンちゃん、フェリスさん、ボヤッキーさん、モリさん、伊藤博さん、ハセピーさん、なべなべ所長、流星さん、そして本日の秋元先生役は、バケハくん先生です。ありがとうございます。初めて。ありがとう。
あやとさん、ソルナルさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位野口さんでした。野口さんありがとう。野口さん、そして第2位は IKKO さんでした。 IKKO さんありがとう。そして第1位は萌えぴーさんでした。萌えぴーさんありがとう。1位初めてじゃないか、いつも1回1位だったか。ありがとう。1位、皆さん私の配信を見てくださってありがとうございました。そして私のね、あのコメントもたくさんしてくださって本当にありがとうございます。初1位だったんだ、ありがとう。初1位記念日だね、ありがとう。私も疲れ吹き飛びました、ありがとう。明日はね9時か8時、9時だな、明日は9時だ、いや8時、いや9時、いやどっちだ。ちょっとはまた明日予定予約入れます、ありがとう。皆さん私の配信見てくださって本当にありがとうございます。では明日も楽しく行ってまいります。そして早寝頑張ります。おやすみなさい。1位回復いける、一番好きかもしれん一番好きも、みんなありがとう。おやすみなさーい。明日会おうな、ありがとう。私も楽しかった、毎日楽しみ、ありがとう。ではおやすみなさい。皆さん健やかに、健やかに、みんなバイバイ。